V ジャンプチャンネル、フロックカード紹介動画。はい、私マスター赤馬と、はい、ポイント総付けだ、よろしくお願いします。暑いね。暑い暑い暑いね。暑い。この動画を見てる皆さんはもう暑いでしょうね、多分ね。まだ暑いんじゃないですか。世界も暑いですし、はい、というわけで、はい、今回は V ジャンプ11月特大号、はい、フロックじゃん、コードジェネレーター。なんか何その言い方。コードジェネレーター来ましたね、これね。パッと見サイバース的な感じが。そうですね、はい、ちっちゃいなんかトーカー的なこうイラストをしておりますが、はいはい、効果ももちろんそのサイバース族デッキに、なるほど、ガッガツンと刺さるやつ。マジで最近サイバース強いって聞いてる。めっちゃ強い。さらに強くなる。これマジで大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、というわけでこちらのカード紹介します。どうぞどうぞ。はい、というわけで、はい、V ジャンプ11月特大号、6、こちら、ダン、カードジェネレーターですね。コードジェネレーター。コードジェネレーター、ね、はい。というわけで、このカードの動かし方をね、ちょっとご説明しましょうというわけで、はい、まあ、まずはね、この、まあ、例えばこの一例としてね、レディーデバッカーとコードジェネレーターがいるとしましょう。うん、はい、じゃあ、始めますよ。私はレディーデバッカーを通常召喚。はい、このカードの効果で、レベル3以下のサイバース得意モンスターに手札に加える。はい、で、ここで、まあ、ここでね、まあ、手札にコードジェネレーターがなければコードジェネレーターも勝ちできるんですね。今はこのマイクロコーダーをじゃですね、マイクロコーダーを手札に加えます。手札に、はい、でこのカードはコードジェネレーターと同じように手札から、インク素材にすることができるという効果があるので、はい、マイクロコーダーとレディレバッカーでリンク、はい、に現れよう。コードトーカー、コードトーカー、はい、でその時、マイクロコーダーの効果が発動して、うん、素材になった時にサイバネット魔法トラップをデッキから手札に加えられると。まさか。というわけでサイバネットはここで、はい、こちら強いやつ、ね、超強いですね。まあ、リンク召喚したサイ、コードトーカーモンスターと同じ、属性のモンスターを手札に加えられると、はい、というわけで、で先ほど発から発動ですね、これ発動します、はい、でさらに最初からあったこのコードジェネレーター、はい、これも手札から素材にできるという効果があるので、はい、コードトーカーと一緒に素材にしちゃいます。バーン、3ですね。はい、というわけでこちらトランスコードトーカー、トランスコード、はい、はい、1、そうです。でこの時サイバネットコーデックと、はい、コードジェネレーターの効果がそれぞれ発動し、はい、コードジェネレーターは、サイバース毒モンスター1体、1200コギュル1200以下ですかねの、サイバース毒モンスターを墓地をくれるので、はい、ドットスケーパー、はい、はい、そしてサイバネットコーデックの効果で地属性の地属性、はい、ね、コードジェネレーター実は地属性なので、はい、トランスコードトーカーを出した時に、はい、手札に変えられると。また補充的なんでしょう、はいはい、そしてこちらのドットスケーパーの効果、はい、まあ、墓地に送られたので特殊化できます、はいはい、で、さらにですねこのトランスコードトーカーの効果、はい、墓地からですねリンク3以下のサイバー速リンクモンスター1体を特殊召喚できるということで、それは普通に機能効果です。そうなんです、はいはい、別に何のコストも必要ないんです、はい、というわけでコードトーカーをリンク召喚、はい、ということですね。で、さらにこの、はい、続くねと続くねドットスケーパーの効果で、はい、3、エクスコードトーカーですね、はい、こちらをリンク召喚します。そうするとまたこれそうなんですよね、はい、ただ1じゃないんですよねこれね。そうなんです、まあ、同じ属性のやつは1回だけですけど、あ、まあ、さっき地属性、はい、今回は風で風属性なんで、はい、こちら、まあ、デッキから、はい、リンクインフライヤーを手札に加えましょうと、はいはい、そうするとリンク先となる事務機能上に特殊ができちゃう。バーン、これはフライヤーの効果。そうですね、フライヤーの効果で手札から特殊になりますと、はい、そしてまた素材ができたんで、まさか4リンク4までいっちゃいましょう。はあ、現れよファイヤーウォールドラゴン。しかも総合リンク状態。そうですね、この状態なので、まあ、トランスコードトーカーの効果で500ポイントもアップしてるし、さらにファイヤーウォールの効果で手札に加えることもなったり、まあ、手札に戻したりすることができると、はい、マジか。手札2枚スタートでこれじゃないですか。そうなんです。でしかも1枚あるしね。でこれトランス、トランス、まあ、コードジェネレーターで、ーーまあ、リンク素材にできるのは一旦一度なんで、次のターンにまたリンク素材にできると。やべえな。あとこのカードね、フィールドから墓地を送られると、うん、さっきはドットスケーパーを墓地に送るだけでしたが、はい、実はフィールドから墓地を送られるとこれを手札に加えるとできるというわけで、まあ、その時の、ね、手札とフィールドの状況でもういかようにでもできちゃうというわけですね。いやどうかね、いつの間にか
このサイバーズデッキがやべえことになってる気がするんだよ。もうとね、気づいたらなんか強いんですけどと思って、これとかね、ちょっとずつこう出てきたカードですけど、はいはい、まあ、ここら辺でね、ちょっと一気にこれでちょっと跳ねた、跳ねたしましたね。さらにこう、はい、そうですよね、今年ね、はい、というわけでこれからね、ますますちょっと楽しみなデッキになってます。今は結構ホットなデッキに なりつつあるので、っていうかもうなってるっぽいので、はい、皆さんもね、ぜひ、はい、サイバー揃えてね、これそうですね、これも加えて、うん、デッキ作ってみればいいかなと思います。はい、では今回の動画はこちらまでです。はい、また次回会いましょう。さようなら。また次回。